おはようございます。おはようございます。あ、今日もまた見ての通り朝でして、ちょっとまた料理作ろうと思うんですけど、今日はね、生姜焼きを作っていきます。まあ今日もね、あんまり別に面白いことないんですけど、まずはね、買ってきた豚肉に下味をつけていきたいと思います。まずは豚肉ね、ヒントが合うかな、豚肉に、下味をつけていきたいと思います。一応下味がね、これお酒と醤油と生姜、そしたら今下味をつけている間に他のまあ野菜とか準備をしていきたいと思います。で、よいしょ、次にね、キャベツ、あとタレをこれから作っていきます。はい、でこれで基本の準備が完成しました。本当はね、これ焼くときに薄力粉をまぶしたかったんですけど、ちょっとね、薄力粉を買い忘れちゃったので、そのまま焼いていきたいと思います。で、ちょっと火を通してる間にビールいただきます。で、本当だったらもうちょっとね、火入ってから玉ねぎ入れたいところなんですけど、ちょっと量多くて時間かかりそうなんで、もう玉ねぎ入れていっちゃいます。だんだん火も入ってきたんで、タレの方も入れていきたいと思います。で、一応今火が入れ終わって、まあね、ちょっと汁が多いんで本当は煮立たせてやった方がいいと思うんですけど、まあ、ちょっと時間がもったいないんで、今日は片栗粉を使って固めていきます。今ね、こんな感じで作り終わったんで、あとは盛り付けをしていきたいと思います。ということで、よし、今ね、こんな感じでできたんで、あとはね、ちょっとご飯物だから味噌汁欲しいんで、即席の味噌汁作っていきます。はい、ということで今こんな感じで出来上がりました。一応ね、今回ご飯は5合か用意させていただきました。早速いただきたいと思います。いただきます。ですね、野菜からだね、こういうのは。じゃあ生姜焼きを、うまそう。うまいわ。
ご飯が取れない。やっぱり甘辛でね、まあ、ちょっとニンニク入れたから余計になんかご飯に合う味付けになってて、これめちゃめちゃうまい。うん。今日はね、インスタントの赤だしの味噌汁を用意しました。うまっ。やっぱ昔から、まあ、生姜焼きとかすごい好きで、まあ、ずっとは作りたかったんですけど、さすがにちょっとこの量作るのってね大変なんでね、今回まあ思い切って作ったんですけど、いやもう大成功ですねこれも。うん。ただね、キャベツの千切りがね、ちょっとね、粗かったかね、太すぎてね、なんか100切りぐらいになってる。で今日もね、ビールなんですけど、多分ね、また、缶がね、緑色だから、背景を抜いた時に、一緒にね、色抜けちゃうんだよね。だからちょっとね、今回ね、透明なグラスを用意しました。さすがにね、もう絵的にも変わり映えしなくなってきちゃったんで、ちょっとマヨネーズ持ってきました。例えば前回なんか動画でも質問で答えたんですけど、まあ自炊何回しますかっていうのがあって、まあ、僕はだいたい2、3回ぐらいってお話をさせてもらったんですね。ただ僕はもともとずっと実家暮らしで、まあそのまま結婚してって感じだったので、一人暮らしの時期がなくて、まあもちろん実家にいる時も同じぐらい作ってたんですけど、皆さんってどれぐらいだいたい作られるんですかね。まあもちろんその一人暮らしの方とか、まあ男性、女性、まあもう結婚してるとか、まあいろいろね、状況は違う方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、まあね、ちょっとね、どんな感じで皆さん普段は作られてるのかって気になるんで、もしよかったらコメント欄にもお書きください。ご飯多かったかもな、これ。おかわりのビールを。で、ちょっとね、最後、汁とか、マヨネーズもったいないんで、ちょっとね、あえちゃって、丼みたいにしようと思います。ごちそうさまでした。ってことでね、まあ、下味とかやったとしても、まあ全然ね、手間のかからない、まあみんなが大好きな
生姜焼きですんでね、ぜひぜひご自宅でやってみてください。もしこの動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。じゃあね、お腹いっぱい。